西村、お前何やってんだよ。何言ってんだよ。何言ってくれてんだよ。経済再生担当大臣として、もうどうしようもないぞそれは。何？酒類の提供してるところに仕入れをするな。とんでもない主権制限だなおい。ね、なんで何？金融機関に、そういった店舗に何か働きかけをする？とんでもねえな。なんだ、貸し剥がしか、融資の引き締めか、兵糧攻めじゃないか。なんだそれは。まるでヤクザに銀行口座作らせねえとか、あの手の類のことを善良なる飲食店に仕掛けようっていうのかよ。西村、お前も飲食店使うだろ。もうお前飲食店行くなよ。つうか全国の飲食店お前もできんだよ。もう食わんでいいよ何も。なあ、オリンピックがランチ騒ぎするわけだから、こうなったらね、オリンピックに参加するアスリートまでなんか憎しみの対象になるよ。なあ、でなんかかわいそうに。西村、お前独断で言ったんじゃねえだろ。加藤官房長官も知ってたろ。菅総理も知ってたろ。ねえ、金融庁も知ってたろ。その上で、パラパラって西村喋ったら、加藤官房長官知らぬ存ぜぬ。菅総理知らぬ存ぜぬ。まあ、こういうもんだよ。ねえ。もう銭金、欲得にまみれるものは、簡単にね、金の切れ目が縁の切れ目なんだよ。西村も、いいよ、57歳。ねえ、家族もいるだろうに。これ以上テレビ出たらさ、恥ずかしいよ。淡路島にも帰れなくなっちゃうよ。ね。明日俺淡路島の地元の事務所にクレーム入れまくるから。ね。恥ずかしくて地元に帰れないよ。今だから大丈夫だよ。今なら間に合うよ。今なら間に合う。ね。自ら職を辞して、経済破壊担当大臣として、二階さんに謝るんじゃなくてね、国民に謝れよ。飲食店に謝れよ。仕入れ業者に謝れよ。ね。酒飲んでたろ。西村、お前も酒飲んだろ。なんでこういう時だけ酒を悪者にするんだよ。ね、大体ね、酒をかっくらってね、わんわくわんわく喋るのは、50代、60代、70代ぐらいの世代の皆さんですよ。ね。今若い方はね、ちびりちびり飲んでそんなにね、バカ騒ぎしない。でね、最近の若者は酒飲まない、酒飲まないとか言って、ずっと文句言ってたのに、今は手のひらを返して、路上飲みだとか言ってね、若者が蔓延防止を邪魔しているみたいな、そういうね、イメージ操作やめろよ、これは。まあ、これはマスコミがやってるのかもしれないけども。西村、何なんだよ。屋形船はどうだったんだよ、屋形船は。タクシーや観光バスはどうしたんだよ。ね、順番に破壊していって、ね、夜の街？夜の街関連？夜ではなくて、昼間も飲食を控えてください。飢え死んじゃうよ。ね。家の中で飯食っててもさ、同じじゃないか、家族で食卓囲んでれば。ね。で、外出をしないでくださいって言ったら家の中にこもるから一緒だよ。むしろ家の外の方が換気がいいから安心なんでしょ？もう、思っちゃうよ、なんか。家の中で換気ばっかりしてるとさ、逆に家の中はクリーンになって、家の外、屋外に菌やウイルスが蔓延してるんじゃないかなみたいなことも思っちゃうよ。で、ぶっちゃけさ、コロナウイルスって危険なの？ね、その辺もよくわかんないよ。で、飲食店がクラスター起こしてるの？なんかわかんないよ、これは。西村、頼むよ。もうね、頼むよ、もう。やめてくれるか。やめてくれるか、もしくは、まっとうな人間になってほしい。もうね、内閣の他の閣僚とか、菅総理とか、簡単に裏切るだろ。もうね、スポークスマンとしての西村経済担当大臣に全部押し付けて、私は知りません。西村が勝手に言いました。これだよ。ね。西村さんも自分で考えて言ってるところもあるだろうけど、許可を得ずにね、あれやこれやと言うわけないんだよ。スポークスマンとして言わされてると思うのはもう自分分かってる。ね、分かってるけど、一応怒りの矛先は西村経済担当大臣にね、今向かうのはしょうがない。あとなんかね、腹立つ顔してるのは確かなんだよ。腹立つ顔。いつでもマスクって言った時からみんなね、もう腹立ててるんだよ。アベノマスク。それから、この怒りを鎮めるには、もう前もってね、給付金を10万、20万とか出しておいた方がよかった。今出したら選挙のためかって言われて、無駄とは言わないけども、お金はもらうけども、投票はしないよみたいになっちゃうよ。ね。結局、高慢な自民党、そして、こすい公明党が、こういう風土を作ってしまったんだろうなと思います。
で、私が思うのにね、じゃあ自民公明党以外にどこがあるんだとかね、まともな野党はないじゃないかっていう意見もあるけども、今の自民公明党と心中するよりも、なんか共産党あたりとね、もうね、共産党に政権取ってもらって、もうそれでめちゃくちゃになった方がまだマシだと。もうこのままね、自民公明がね、他に選択肢がないことを盾にとってここまで高慢でね、インチキなことをやるのに、もうね、うんざりだという気持ちもありますよ。謙虚になろうぜ、謙虚に、謙虚になろうやーって言うからね、なんかマネの虎とかあったじゃない、なんかあれ、あのビデオ見てください。うどん屋の親父は成功してるからね。で、マネの虎の人の方がなんかね、おかしくなっちゃってる人いるから、何が起こるか分かんないね。ということで、私は個人的にね、西村康弘さん、康俊さんに個人的な恨みはないですけども、職務権限としての西村経済担当大臣にはもう怒りを感じてますね。それでは、いってらっしゃい。